はい、えー、2022年4月18日、まあ、即可塾の久保がお送りする、えー、仮想通貨ということでね、変な感じにしておりますけども、ま、あなんかね、仮想通貨って色々あると思いますけども、まあ、そんなものがあったよねっていうふうにね、ぼんやりと振り返るぐらいがちょうどいいかなと思って、今日はこの ICO、ま、あ私から見ると偽 ICO ですけどもね、かなり粗悪な偽 ICO なんですけども、こちらのお話をしようと思います。 ご覧いただいている図で、ピンとくる方もいるかもしれません。この私のね、下手くそな手書きの図なんですけども、このシンボル、何かわかりますかねあの、ずいぶん前なんですけども、えー、SNS を中心に、スノーボールプロジェクト、SNB っていうね、MLM が、まあ、流行ったといいますかね、流行ってはいないんですけども、あるマニアックなところで、えー、その話っていうのが広がったみたいなんですよ。 で、当時ですね、いろんな ICO が出ている中で、あれがダメ、これがダメという中で、まあなんかこれは大丈夫なんじゃないのみたいな形で出てきたんですよ。じゃあなんでこれは大丈夫なんじゃないのっていう風に話が出たかというと、まあそれまでほぼね、こういったビジネスや仮想通貨とか、その他 MLM に関わったことのないような人がポンと出てきてですね、この話を広めたからなんですよ。で、もちろんね、その方が あビジネスの中枢にいる人ではありません。まあ単なる、まあ表で働く、まあいればね、末端の人なわけなんですよ。まあつまりよくわかってない人なんですよ。でもよくわかってない人がやるからこそ、え、この人が言うんだったら、染まってない人だから大丈夫なんじゃないのみたいな感じで、うまくはまったんでしょうね。うん。結構ね、あのー、オーダーが取れたみたいなんですよ。私もそれは、こうやってね、そばで見ていて、 ああ、なるほどなぁと。結構上手に取れてるなぁと思ったんですよ。ただ残念ながら私は当時、この i c o っていうのはかなり適視してましたんでね。まあ参加は個人の自由ですけども、私はやらないよみたいなことで i c o を突っ張れていたわけなんですよ。まあところがね、このスノーボールプロジェクトという偽 i c o なんですけども、私から見ると。 で、その ICO を広めていた一人の人と、まあ、私もね、SN 上ではあったんですけども、結構ね、あの、楽しい付き合いをさせてもらったんですよね。まあ、その方のせいってわけではないんですけども、まあ、その方があー、発信するものっていうのは、まあ、私のね、フィルターを通じていくと、結構な信用を得ていたみたいなんですよ。それはもうしょうがないです。あの、それを私がね、どうこう邪魔したりとかってことではないですから。で、私もね、あ、この方が、 話すんだったら、聞いてもいいよねぐらいの気持ちになったわけですよ。で、一応ね、無料登録みたいなのがあったんで、無料登録させてもらいました。えー、問題はそこからです。このスノーボールプロジェクトっていうのは、私から見ると、えー、某ね、まあなんていうんですかね、あやふやなプロジェクトをしていた運営が、そのまんまここにスポッて入っていることが、なんとなく私の目から見ると、分かったとは言いませんけども、 そういうふうに察するところがあったんで、あ、これはダメだなと。これ結局、登録者からお金を引っ張ってね、そのまんま、もうちょっと待ってくださいって言って、何年も待たせて、そのまんま引きずって諦めるのを待っていくパターンだろうなと思ったんですよ。まあですね、私実際は契約はね、しなかったんですよ。ただ無料登録の、まあ LINE グループなどがありましたんで、そちらの方には、まあ登録者みたいな形になってたんですよね。問題はどこからかというと、ここからなんですよ。 誰が言い出したか分かりませんけども、そっか塾の久保さんも、この i c o 参加してるよっていうふうに言いながら、募集活動してたみたいなんですよ。っていうところでね、多分、私の信用でもって、多くの方が、ここに多くのお金を投げていたんでしょうね。その後、当然ですけども、この i c o スノーボールプロジェクトの、あらゆる公式チャット、LINE、 他のコミュニティ連絡途絶えました。そうなるとね、迷惑なのは私なんですよ。私はご存知のように毎日暗号通貨をはじめ様々なことで情報を発信しています。毎日何十本も動画を上げています。メールにもすぐ返信します。ですんで、こういったスノーボールプロジェクトの運営がピタッと止まった時、私の方に来るわけなんですよ。久保さんが参加してるっていう風に聞いたんで参加したんですけども、一体どうなってるんですか なぜか私の方にクレームです。重ねて申し上げますけども、私は公式の LINE とかね、サポートのおーコミュニティとかには入りましたけども、ただそれだけです。ね、そっから先は進んでませんし、お金も払ってないし、契約もしてないので、実際に内部の事情はわかりません。えー、もっと言ったらね、そこにお金を払った人が、なんでこの運営から情報がもらえないのか、不思議なくらいですよ。そんな変なところとね、 契約してお金まで払っちゃう、まあその考え方がね私はちょっと分かんないなと思いますよで私は信用できないかなと思ったんで参加しなかったわけなんですよで参加した方は信用できると思ったわけでしょその信用の根拠が私がやってるってことだったらちょっとお門違いだと思うんですよあくまでも契約をするのはこのスロープロジェクトとねそれぞれの、えー、仮想通貨の i c o 参加者さんじゃないですか 私の存在がそこにあろうとなかろうとを自分で判断したことだと思うんですよねましてや私はここに参加してないわけなんですよなのに誰が言ったかわからないけども久保さんもやってるよみたいな言葉一つでね入っちゃうっていうのはまあある意味私のことを信用してくれてるってことでね本当に恐縮なんですけども私を信用してるんだったら私が参加してないこのソノープロジ,プロジェクトねこれについてどう思うのかってことをもう一回考えてもらいたいんですよね まあでもこのスノーボールプロジェクトっていうのはあの、私から見るとダメだなと思いますけども、いや、これ結構可能性あるんじゃないのっていうふうに考えてる方もいると思いますから、そこまでは否定しません。まあ、かつてなんですけどもねあの、ノアコインのすごくファンの方と揉めたこともあるんですよ。私からどう見てもね、ノアコインはちょっとね、最初から、うん、まあ、訳ありなんじゃないのと思ったんですけども、いや、久保さんは情報知らないからとか言うんですよね。 うん、情報知らないよ。だって、情報を取る価値ないもんって感じなんですけどね。そこまで当時は言えなかったんですけども、あ、気の毒な方がいるもんだなと思いながら今日まで進んできたわけなんですけども、あれからノアコインどうなったのかなっていうところとか、同じようにこのスノーボールプロジェクト連絡が途絶えて何年経つんですかってことですよね。まあ結局、情報の咀嚼能力がある人ってのは別にね、 他のテーマに変わっても、その咀嚼能力は活かせるし、自己判断、自己責任っていうところにたどり着くんですよ。でも情報を分析する力がない方っていうのは、誰かが言ったからとかね、誰かが参加したからみたいな、プロジェクトとは全く関係ないところで判断してるんだと思うんですよね。それは危険ですってことなんですよ。え、それからね、ネットでいろいろ検索しても、すでに検索の上位の方には、運営が作ったサイトでびっしりですから、 ですんで、どちらかというと、検索の回とかね、それから、このプロジェクトに参加しなかった方の意見を直接メールなどで聞くことによって、判断の、おまあ、公平性が担保できると思いますけども、大体、まあ、こういうのにね、お金を投じちゃう人っていうのは、ものすごく偏った情報を見て、自分は情報をものすごく精査してるんだっていうふうに勘違いしちゃうんですよね。まあ、蓋を開けてみれば、 全く損害が出ない私とお金を払ったけども何もサポートしてもらえない何人かの方がいるっていう図でしょでなんで参加しちゃったんですかって聞いたらいや久保さんが参加したって言うからみたいなねいや私参加してませんよそもそも久保さん参加したんですかって私にい通つでもメールくれました当時ねお金が動かなくなって情報が来なくなって 今更私のところに連絡先がないから仕方なく連絡してきても、こんなね、スノーボールプロジェクトみたいなものがあることなんて私もとっくに忘れて別のことやってますよと。当時手をつけてなかった FX もマスターしたし、それからね、体のなんてのはこの時よりも前から参加してますけども、十分な利益も上げてますしね。それからスノーボールプロジェクトの後でビットコインやイーサリアンも買った私はそこでも 利益上げてますし、XRP なんてもっと後ですからね。で、XRP は最高値の時に売り抜けてるわけですよ。見てるところが全然違うんですよね。で、そもそも、このスノーボールプロジェクト、うん、運営との関係どうなんですかねとかね。最初にこのぐらいの気持ちで、うん、参加されなかったのかなとか思っちゃうわけなんですよ。まあ、放置しといて、利益を上げれるのが、投資のいいところなんですけども、 参加する前には全く放置じゃなくてね、誰かが参加したからとか、どっかに書いてあったからみたいな、そんな軽い情報で参加するんではなくて、物事の心臓心理を掘って掘って掘りまくっていかないといけないんですよ。今日の動画のまとめで、えー、一つね、ことわざを紹介したいと思います。それは、鳥の目、虫の目ですね。これに一つ加えて、魚の目っていうふうに私の方からはお伝えしたいと思います。 まあ、鳥の目っていうのは上空から全体を瞬時に捉えるうーすごく広い範囲で物事を判断しましょうねってことですこれはもうご存知だと思います虫の目っていうのは一つのものをしっかりと間近で見て間近で精査する細かく分析する目です3つ目の魚の目っていうのは情報の水面下にあるもの隠されているところをしっかりと魚のように水に潜って見て判断する目です ここのののののつ目の目っていいうがほととんんんどの方に足りなななじゃないかなと思うんですよ、まあ、このスノーボーボルプロジェクト私は運営じゃないんで私の判断で勝手に申し上げますけどもこの魚の目をもってすればこれは仮想通貨でも何でもないなと思いますしもし本当にプロジェクトが誠実に進んでいるけどもでも難しくって時間がかかるもんなんだよっていまだに言ってるとしたらこんなに進みの遅いものはあまりい 賢い人がやってるプロジェクトはないと思いますんで他のきちんとしたアルトコインに置いてかれてもうすでに i c o のタイミングは失ってるんじゃないかなと思いますよいずれにしてもダメなプロジェクトだったということで楽印を押すしかないと思いますそういう意味で粗悪って書いてますはい今回の動画は以上ですもうこの話題私出すことはないと思いますあの時間の無駄だと思いますんでね、えー、ただスノーボールプロジェクトに未だに期待している方には一つのヒントになればと思います 決めつけてるわけではありませんけども、私はここに最初から参加しておりません。それで全てご判断ください。以上です。